しようぞ。まあ、ということでね、生き残った3人の方、いや、復活した3人の方、おめでとうございます。ありがとうございます。新メンバー、新メンバーですね。はい、ということでね、まあ、せっかくこれはね、勝者の証であるね、浴衣をね、着てもらおうぜということでございますかね。あ、じゃあ俺のプチプチモノマネダービーでなるか。やりたかったな。やりたかった。いただきます。やりたかった、やりたかった、やりたかった。いただきます。ジャンルってね、ジャンルか。音楽。音楽。はいはいはい。レモン。違います。えぇ、あれ、あぁ、コイナワルツか。香水、香水。違います。あ、あ、東京。正解。はい、まとわり出たな。やばいね。こういう続き出して。食べ物。完全ノリだけでいきます。やばいやばい。私わかった。マスカット。違います。えー、これは結構むずい。リズムで、3つのリズムで言う料理名なんですけど。はいはい。小籠包。あ、めちゃくちゃいい線いってる。いいせーので、ね、ショーローパーちょっと待って、発泡剤。え、発泡剤。正解。じゃあ、8か8だよ。で、俺ここからどうしようかって。俺らダイヤモンドなんで、これダイヤモンドです。いえいえ、最後に丸丸8、5、最後はい、グラグラク。はい、ということで、いちいちな問題です。復活してすぐ死ぬ可能性あるってこと。まあまあまあ、問題に4つはね、あるんじゃない。きたきたきた。ここからもう存在感発揮するよ、俺はもう。眠いよ。やばい。いや頑張ろうぞ。じゃあ、いちいちな問題、国語でございます。うわー、なんと。やばい、偏差値、はい、出口しか勝たん。現代語では、五段活用、古文では、唯一、下一段活用を取る他動詞は何。この話さ、あ、私海峡橋したよね。しました。ちなみに、じゃあマジで言ってる。じゃあいけるかもしれない。じゃあこれや。うん、じゃあこれや。じゃあこれや。じゃあやばいって。バカやろそれ。バカやろ。そうかな。ジェスチャーするためだけに生き残った。ジェスチャー始動。今もでもこれちょっと自信、いや、ちなみに自信ない。自信ありたい。これちょっとありたい。これありたいかも。ナイス。そっから例えば、ルールとして、ね、一気に2人がきついから絶対1人、最低1人抜ける。落ちるとしても1人。まあまあまあいい。まあどうですかね。まあまあまあいいですね。でも増やしてどうするんですか。いや俺ちょっとなんか今なんか来てると思う、ナミ。なんで来てると思う。なんか乗りましたね、多分。乗った乗った乗った。これが違ったらもう本も出てこない。よろしくね。はい、俺の答えはこれ。残念。マジで言ってるね。マジで言ってるね。じゃあ僕行きますよ。面白いこと言ってるの。はい、ではオッティの回答どうぞ。正解です。よし、いきます。僕の回答こちらです。正解です。よし、やっぱね、元いる軍優秀だ。いや、でも花子君がいる。よっしゃ。失敗してもまだチャンスある。そうそうそう、まだあるから。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。やったね。正解です。正解。すごい顔したよ。違う、目守りやった今。やばいって。サンデル対ハヤオさんやな。で、ここでサンデル正解したら、俺も絶対行きたい。これサンデル正解したら終わりっすよ。まだハヤオさん落ちですよ。僕の回答はこちら。残念。あー、OKOKOK。 いやー、ちょっと待って、これ待って待って、まだこのドキドキを。結局さ、なんか残ってるメンバーは大体同じだと思う。結局じゃあもう結局夕食前に戻ったみたいな。そう、しかも死ぬ。いや、俺ほんまに、でも俺マジで死ぬわけにはいかないんですよ。たぶん、ほんま力を貸してくれ。はい、ではどうぞ。せーの。両者正解。マジで。何と何。どっちかちょっとね、あの下一段の本質ついてるよ。確かに確かに。そう、分かった分かった。たぶんこれ頼む。じゃあもうこれでおしまいして。お願いします。ちょ、ほんま、ちょ終わりかもしれんからね。もう終わりかもしれんから。俺が映る時間を少しでも出しただけやん。いきますよ、せーので。はい、蹴る蹴る。リオの正解。え、
正解です。正解正解両者正解。おお、うわ、どうしてこの場合は。まあまあまあ、いいんじゃないですか。すげえ、マジ。すごい、だいだよー、すごい、やべえ、タイミング合うのすごい。いや、これあえてやっぱお互いね、このタイミングすごっ、深すぎる。死ぬほどダサかったっすけどね、この何回もミスって耐えすげえ。それでは、ね、二次のクイズまでね、問題対策をしながら待機しておきます。二次か、すごい。マジで、でもマジで会話から出る可能性あるな、これで。お前まだ否定する、自分に納得はしてない。なんでわかったあれ。その場に存在できることのありがたに知った。こ、うん、の場所尊い。まあ、ボルト行き場所。お菓子とかあります？お菓子、お行くで、はい。ドリと勢いです。ポポロ違います。チョコボール。違います。こんな感じ。一応意味はあるで、でも表情これはもう、え、最後わからん。ボギモギフルーツ。ちゃいます。ポタポタ焼き。正解正解。ちょっと焼きサボりすぎじゃないですか。ポタポタ焼き。焼きサボりすぎやな。落ちたほっぺたをもう投げるしかない。何それ。はい、では2時の問題参ります。あー、もう分野はやだやだ。あー、英語や。やだ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 。では参ります。問題です。早っ早っ早っ。この山は日本で2番目に高い山です。お、英訳せよ。終わった。めっちゃはずいわ、しかもこれこれできんと。それな、いやもうこれやな。こういう日本語文にこんな長い時間向き合ったまあまあ、いい機会じゃん。そうはい、では確かに同じタイミングでよか。こちらです。模範解答でございます。ありがとうございます。じゃあ、私ですか、私ですか、まあまあ、こっちでいきます。はいはい、はい、うわ、その情報知らねえ。調べます。存在するか調べます。頼む。両方的にはね、こっちに近いのね。一旦これです。わかりました。おわすぎ。これおっていう種類がやばいって。あったとしても。はい、いきます。はい、どうぞ。こちらです。まあまあいいでしょう。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。じゃあ僕行きますね。おかしいな。はい、僕の答えはこちらです。正解です。どこが正解です。やべえやべえ。ちょっとオッティのだけ。じゃあ発表。ちょっとやばない。ちょっとちょっとダメ。まずいよこれ。調べていい。はい、調べて。はい、ということで、チキったな。チキった人いましたね。ということで、おていさん、その回答残念。うわー、マジか。いや、マジか。おった、これマジか。いや、チキったわ、これは。マジか、はい、解説いたしますと、セミという単語は意味としては半ばとか、そう、半分とか半ばとか未完の年2回の2回のとか、そもそも連結する形なんで、なんか棒がないといけないみたいな。ちなみにセカンドかけた。セカンドは、セカンド、はい。あ、正解でーす。あっおってー、お前セミなんかに毒されやがったよ。お前ちきりました。やろそれは。もう英作文で使ったことない表現したら一番あかんって先生言ってたやん。もういやーマジか。期待します。うわ、マジか、ちょっとこれ頑張ってください。俺が勝つよ。一回やばい。オッティの分まで俺が勝つ。いや、マジか、ちょっと俺もやるよ。オッティの分まで俺が勝つよ。俺もやるよ。健闘を祈ります。マジかよ、俺が徐々に健闘を祈ります。徐々に行く。お前の肉は俺が取る。それただの嫌なやつ。ルフィ、ルフィを、ルフィ、あ、ジャイアンみたいな。絶対そっちやがね。頑張ってください。約束する。じゃあな、バイバイ。バイバイ。はい、というわけで、やばいよ。1、2、3、4、4人になりましたね。大将が死んだ、うちの。いや、僕大将ですか。我が大将。いや、同率大将でしたからね。自己
俺地方官だよ、地方。いや、一番最初に。いやいやいや、地方ですよ。井戸。一番やりて死んだ人。井戸先方だろ、先方。いや、俺地方、地方、地点、大将。逆に、今まで逆にセミナーが使われたんだけど、大将見たっていう。逆にね。急に言ってた時セミナーロースか。もらえよくないよ。もらえから。セミナーないよな、いくらなんだな。正直ないけど。正直ないけど。はい、というわけでね、皆さんね、次、3なんでね。3のね、問題対策しといてください。でも、たぶん次理系な気するよな。まあ、そうだね。ありがとうございました。いやいや、意思つくんじゃん。サインの微分はコサイン、コサインの微分はマイナスサイン。いや、もうよく覚えてますやんなっていうことだけ覚えてね。コサインね、コサインの微分がマイナスサイン。違う、でも俺、いつもこの顔してない俺、顔でもうなんかオッティがクイズ出したらその問題見せてくれって。ずっと起きてる気。クイズに出てる。亡霊になっても解きたいんか。やばいな。やばいやばい。クイズ。まあいけるな。花尾さんには勝ちたい。井戸には負けたくない。井戸。井戸も。井戸。頭。井戸って呼ばれるのね。いや井戸って呼ばれる。雲用なしの井戸。3時になりました。早いよ。それでは。理科でございます。あ、もうくるぐ、第三だっけ、くる。では、問題です。運動の三法則を文系は二つ、理系はすべて書け。え、何それ。物理ってことですか。これちょっとまあなんか大量絶滅の可能性あるんでね。まあまあ、あのシステム使いますか。うん、いつものシステムでいきましょう。緩すぎでしょ。文系なので、ちょっと二個書いたんですけど。はい。どうですか。やばい。あ、まあ、一旦見せますか。はい、僕の答えはこちら。2問正解。いきます。はいはい、正解。なんだろう、本当に褒めてほしいんだが。いけ、なに。え、じゃあ俺さ違うよね、違うよね。正解。え、はい、ノリさん、正解でございます。マジでよ、お前耐えましたね。マジかよ。じゃあ、いきますか。せーので、はい、お互い2問正解。せーので、はい、もうええって。はい、正解して、正解して、お願いします。せーので、はい、両者正解。バタかい、もうこれ足引っ張んなって。いやいや、それセコいって、ニュートンさん、マジで。それいや、これ名前なんて言うんかなって思いますでしょ。まあ不本意ですけどね。まあまあ4人生存ということで。はい、この世でも飲みながらジェスチャーでもするかな。まあ、佐野さんもあれだ、消えるわ。もう立て諦めた。じゃあお前らみんなかい、ジェスチャーするぞ。イエーイ。おい、お前らもハメチャンネルあげる。もういらんから。ありがとうございます。これで動画がいっぱい豊作です。もらったみたいなことですよね。上級のな。じゃあ、あ、反転収支の方。正解。よっしゃー。オッケー。反転収支の方。いや、反転収支。これは何故6が関係するかっていうと、6年ごとに6歳以上男女に聞いてもらえた。結構でそれ6のクイズしたら美しいですけどね。せやろ、忘れたな。ちょっと親父ギャグだよ。あげる。次はノリです。ノリ、え、テーマノリ。テーマノリです。テーマノリ、何の時間だ。毎回でもノリが引いてノリでいくね。行きましょう。はい、ジャンル無限じゃん。これはもう、ずっと人って歴史歴史。ゆっくりよ。いや、これはでも、このリズムでやらない。うっせぇよパターンっすね。うぇいぇー。うぇいぇー。おってことは、ってことはみたいな感じ。言うことってことはみたいな。もう一回やってあげるか。もう一回は、もう一回一緒よ。これでもいけます。あの超じゃない。これと
これが同じなんだ。超しかないし。超超いつまであと10秒。所長よ。正解。だから悪夢って言ったのはこれがもうカタカナのソ。カタカナのソです。いやそんな感じはして。超よ。ああようだわ。正解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 。顔言ったやん、だから言ったやん。ゴジの問題でーす。どうせゴリになるわ。問題です。インテグラル、はい、ゼロから、はい、はい、はい、お疲れ様でした。皆さん今までありがとうございます。楽しかったです。やばい、ゴリが泣く。ゴリが泣くで、ね、楽しかったです。みんなといられて。まあ、なんでまた、まあね、大丈夫。おやすみなさい。お前は今まで数学の問題を過去に2回も解いてきた。昨日方でいくとまた解けるからさ。インテグラル0から5の x-5 の5乗 dx の定積分の値は、これってすごい3じゃない。1時間待ってもらっていいですか。頑張るんで。発表します。はい、どうぞ。こちら正解。おっしゃー、はい、正解。はい、正解。よかった。はい、かもやん。おぉ、逆に、え、ははは、だけだけの精神で、ね、だけちりにえぇ、ここで特攻隊するの、お前。しかもこれそんなあれ数値やぞ。でも言っても数値やね。正解。うわー、やった。お母さん、まあ、お母さん頑張った。レンガーさんが不調やったな。レンガーさん全般的に不調。私姫戦の時のレンガーさん忘れられます。やばいやばい。そこでレンガーさん終わりって決まった後のレンガーさんもマジで虚無みたいな。なんか私らもなんかどういうフォローするの。いやでもで、その時にあのスタッフカーの電眼のモノマネ、いやこれ、まあ言いながら言いながら、いやいやいや、もう反省して、マジで地獄でしょ、マジで。急に居酒屋に転生されたから。急に感、急に空気感があったから。何そう。はい、ということで7時の問題です。皆さん起きてください。7時の問題ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、いきます。問題。数学ではグルロンの群、理科ではアルデヒド基やメチル基の基、社会では G7 の G に当たる英単語は何。え、もうわかんねえ。まあ、グルロンの群の英単語だっちゃうもん。自信ねえ。自信ねえが正解。おはようございます。おはようございます。正解。正解。なんでそんなスラッといけたの。逆に全員大丈夫。え、A 持つかな。大丈夫かな。言うけど、めっちゃ眠いからね。うちらさ、ずっと起きてたんだよ。逆になんでそんなさ、君たち正解できるの。俺がそんなパパッと。逆にみたいなとこある。自信ないですけども、うん、出します。おい、せーの、せーの、はい、こっち行く、こっち行く。残念。答え、グループやろ、どう見ても。あ、そうか。でも全員敗者ですよ、僕だって。入れ替わりが、入れ替わりすごい、下克上ひっくり返ったな。マジで下克上しちゃったよ。やったでもそれでも
僕が一番正解数多かったんで、僕が一番賢いっす。グランドに言われたくないわ。でもすごいけどな、グランド。お前今気づいたんか。お前が気づいたんか。なんか俺負けたみたい。ちょっと問題しよう。話遅いな。状況に。俺はもう演者ですらねえから、どけやろ。うざわかわ。じゃあ、使ってください。お前らのことは絶対に許さない。ちょっと、悪いことしてない。許さない。悪いことしてなくないぞ。気をつけてな。ひとく。入水。本コアですか。よもやよもや、誰が想像したでしょうか。これはよし、もうここまで来たらもう生き残ろう、みんなで。あ、そういうクッじゃないと。なんか前回残った3人とはちょっとちゃうやん。大体が今多分私ここで1人分けても泣かないだから、団結力ちゃうな。てめえらには勝つ。敵だった、敵になってる。もうはい、ではね、皆さんね、まあ起きてると思うんですけど、初めてクイズやっていきたいと思います。お願いします。問題です。8月クーデターにより失脚したグラスノスチやペレストロイカなどを行ったソ連最後の書記長の名前を答えなさい。うわ、あれ、これ答えれんかったら。でもこれ食えません。こんな戦ってきて、うん、何も知らんけど、検索ヒット一件。逆に、これだからこそも揺るがない。なるほど。はい、はい。さては、回答お願いします。いっせーので、はい、ゴルバチョフ。ゴルバチョフ。ゴルバチョフかー、くそ。浜田さんのいい世界へ。言ったけじゃ、こんな職長なんて。職長ってったらゴルバチョフしか出ねえから。ゴルバチョフうちなら職長しかよ。ほら一体したよ。楽しかったよ、されで。最後の2時間の記憶がまるでありません。お前炎上してさ、わざわざさ、脱落した時マジで記憶なかった。大丈夫ね、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。特に言うことないけど、おしゃれな。はい、言うことないけど、なんかアンバサベルとの思い出ないな。いや、お前こいつなんかこいつすぐ寝とったもんなって。もなんかじゃあなじゃ、いや、この二人が残ったら、まあ、これうわ予想深しすぎる。ハノさん賢いの株上げよう。いや、ハノさん賢いっすよ。僕ラバションで落ちるかって思ってましたよ。感慨深い。感慨深い。ここまで。なぜここにいるんだ。なんか、見たこの光景。ユダからのこの追い上げ。すごいですね。最近じゃない。すげー。お願いします。うーす。目がうつろだもん、マジで。最後は楽しんでくださいよ。そんなね。もうまっすぐですか。一人にやって。俺負けだよ。一人になりてぇ。いいぞ、全然ここでおろ、ね、降りてもらおうって。でも同点になるぐらいやったら負けたいってなるけどな。確かに、なんかここで二人でウェーイみたいな、あんま嬉しくないですね。そうやろ、俺たちそんなんじゃないや。俺たちそんなんじゃないや。はい、というわけで最終戦の地に赴きました。はい、まさかまさかと思いきや最後に残ったはこの二人。今こそ勝負の分かれ目、いざ尋常に。俺しか勝たん。日本語の予報間違ってそう。スンがもうしんどそうな顔してるから、まあ、一旦スンには勝ったな。でも俺はいや余裕っすよ。では問題です。もうこの問題であなたたちぶっ倒しますよ。マジで気持ちで負けてへんよ俺。絶対勝てる。いや、そんなもう、いやもう振り絞っとるもん言葉。いや、一回脱落した人が何言ってんすか。今にもほんま倒れていいですか、花尾さん。っていうもう聞こえてくる、悲痛な叫びが。あの弱ってる風に見せかけて実はめっちゃ強いみたいな。あー、オッケーオッケー。じゃあまあ9時のラストの問題です。
はい、よし、問題です。はい、冷たいものを食べた時に頭がキーンと痛くなることを医学用語で何頭痛という？知らん。うわ、これ聞いたことあるぞ。知らん。聞いたことあるぞ。まあよくね、まあこれを食べた時にね、まあなるみたいな感じで作られてますね。オッケー、はい、よけた。ではマリンさんから回答お願いします。はい、アイスシャーベット頭痛。なるほどなるほど。俺のターン。はい、アイスクリーム頭痛。似てる。では今回の勝者発表します。今回の勝者はハナさんでーす。優勝だまさかのまさかの叙々苑ゲット。主催者自費で叙々苑行くだけ。今回の学歴の旅、優勝者は花尾選手ということになります。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあまあ、じゃあ脳を休ませてた時期が長かったですから。一番車で寝とったやろお前も。いや、落ちてから車で寝とったやろ。大社になってから復活して戻ってくるまで。いや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 、脳休ませてました、ね。まあ寝てたけどな。12時間メインチャンネルのカメラ映ってなかったですから。けどな。それを言われたらですけれども、まあなんやかんやでね、花子が一番賢いということで今回の旅を終わります。それじゃあ皆さん、さよなら、また来年。マジで今回むっちゃ忖度してるんだよ問題。どう、卵かけご飯です。ディガドネディガドネ。ハナさんです。